はいどうも皆さんこんにちは。リロクワールドのシュートとルークと早川です。本日の動画はですね、以前に紹介した台湾留学についてより詳しく知っていただこうということで、今回もまた台湾留学のことについてお話をしていきます。ということで今回はですね、再び台湾留学センターのカウンセラーであります早川さんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。今日はどんなお話ししましょうか？今日はですね、タイトルにもありますが、台湾留学に関してですね、より詳しく知っていただこうということで、これからですね、台湾留学する方に向けて台湾留学センターというのがどのようなサポートをしているのか、基本的にはですね、台湾留学初めましてという方向けの動画になっております。なるほど、それで呼ばれたわけですね。台湾留学に関する詳細は概要欄にあるウェブサイトからぜひチェックしてみてください。はい、ぜひよろしくお願いします。それでは早速やっていきましょう。まずですね、台湾留学センターの特徴というのを教えていただきたいんですが、いかがでしょうか？台湾留学センターは日本と台湾に拠点があるので、学校選びから学校の入学手続き、滞在先の手配、また留学中の現地サポートまで、全てのサポートを詰め込んだトータルサポートパックをご提供しています。日本にも台湾にも拠点があるのはいいですよね。日本にも台湾にもカウンセラーがいるんですか？はい、さまざまな分野で専門のコンサルタントがお客様を担当し、無料で個別カウンセリングをいたします。日本人カウンセラーは台湾留学の経験者、台湾オフィスのスタッフは日本語が話せる台湾人のスタッフですので、海外生活のさまざまな不安や疑問を解決させていただきます。カウンセラーやスタッフの質も高いですね。台湾は英語圏ではないので、中国語が全く話せないと現地での生活なども少し不安だと思うんですけれども、そのあたりもケアしていただけるんですか？はい、初めての台湾留学、初めての海外で不安の方にも安心だと思います。台湾留学センターでは台湾到着後もお客様の助けになれるように現地サポートを提供しております。例えば空港から滞在先までの送迎、初日の学校同行、滞在先のチェックインサポートなど、現地スタッフが日本語で対応させていただきます。また、もしもの時の対応として現地で何か事件や事故にあった時に、場合によっては現地スタッフが駆けつけて対応に当たることもあります。こういったサポートは現地にオフィスがあるからできるサポートになってますね。中国語初心者ですと、やはり滞在先のチェックイン等も困る可能性がありますし、特に到着時のサポートっていうのは心強いですね。その他に台湾留学センターのサービスで特徴的なことっていうのはありますか？台湾留学センターでは台湾の大学進学のサポートも行っています。台湾の大学進学では2パターンありまして、1つ目は日本で中国語検定や書類を全て用意して日本から大学に申請するパターンです。このパターンの方は基本的には日本オフィスで申請のサポートをします。もう一つは台湾現地で大学の申請をされる方で、このパターンではまず台湾で語学学校を学びます。その後現地で勉強しながら同時に大学への書類の作成を進めていきます。この場合は現地の台湾スタッフがサポートに入ります。ある程度中国語ができる方は大学への直接入学がおすすめですが、やはり中国語が初級の方ですと現地で中国語力を上げながら大学進学の方が効率がいいと思います。大学進学をしたい方が自分に合った方法を相談できるんですね。台湾の大学について知識がない人が多いと思いますが、そこも相談できるんですね。はい、数多くある大学の中から要望に合わせて一緒に絞り込んでいきます。自分では気づかなかったポイントや隠れた名門校もカウンセリングを重ねながらお客様にご提案をしていきます。留学生活を大きく左右するのが学校ですので、お客様にぴったりの大学を一緒に見つけていきます。いや、経験のあるカウンセラーが一緒に学校を選んでくれるっていうのは、本当に有意義に留学ができそうですね。留学費用もお客様に納得いただけるよう、台湾留学センターが一緒に留学プランを作っていきます。留学後は不要な追加料金を一切いただかないお得なシステムです。もちろん入金前に全てのプランのお見積もりをお送りさせていただきますので、料金に納得してからご入金ください。留学は準備する期間が必要と思いますが、1ヶ月以内に留学したいと思っても、台湾への留学はできますか？はい。現地オフィスでは中国語の個人レッスンも行っておりますので、現地との密なコミュニケーションと豊富な経験を生かした手続きで、急な出発でもお手配いたします。出発まで時間がないけれど、手続きが不安な方、今すぐお電話ください。いかがでしたでしょうか。留学ワールドではですね、台湾への語学留学や台湾への大学留学をはじめ、その他の国への留学などもお手伝いをさせていただいております。台湾への留学に興味のある方はぜひお問い合わせください。台湾への留学などの詳細は留学ワールドのウェブサイトをぜひチェックしてみてください。はい、ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。再见。